阿久里センターでは県内の手芸サークルのメンバーらが作った釣りびななどおよそ340点が飾られています飾りには着物などの古い布が使われていて子どもの健やかな成長を願う俳句人形などがあります このほか、今年の江戸の辰野飾りや、地元の保育園児などが作った雛飾りも展示されています。手作りお雛様展は今月10日まで開かれています。